今日投票が行われた八幡浜市長選挙、このスタジオを作った敏腕ディレクターの計算によると、このままいくと 60% の半ば、まあ、65% ぐらいまで下がるのではないかと、9100ぐらい取ったらね、もう勝つ可能性が出てきて、だから三谷さんの言ってた1万票取れば、うん、もう当選。今回の選挙戦の特徴の一つは、はい、僕はこう見てたんですよ。サイレントエレクション、つまり静かな激戦、うんうん、確かに静かだったんですよ。見えなかった、うん、まあ、コロナというものはあるんですよ、うん、コロナっていうのもあるんだけれども、激戦のはずなのに、激戦のはずなのに、テーマもいっぱいあるのに、うん、でも陣営の中でも必死でやってる人はいるんだけど、なんか全体的に静かに見える。それは何ですか、うん、テーマの衝突点がなかったんですか。いや、衝突点はあったんだけど、ね。なんでしょう。これね、一つは、やっぱネット選挙に徐々に社会が移行している可能性はあるんですよね、うん、はい。つまり見えない。集めることが、票に結びつくとは限らない時代が来ている。例えば、昔は、講演会や、うん、そうそう、大規模集会をするっていうのが、うん、まあ、当たり前だったんですよね。演説会をしてね、うん。大塩さんっていうのは自民党に推薦されているわけで、基本自民党が選挙を担っていたわけですね。うん、自民党といえば、伝統的には当然、組織戦ですから、うん、まあ、従来型の選挙ですよね。で、高橋さんはそういう選挙じゃなく、自分の新しい支持層を自らクリエイトしていこうというのが中心で、そういう選挙戦っていうのはどうしてもリベラル層に訴えるところが大きいんです。保守層をガチガチに固められていたら、当然リベラルから入りますよね。うん、で、それに加えて、自治労の愛媛県本部に推薦もらってるわけだから、これは革新が加わってきてるわけですね。はい、ハッシュタグプロジェクト、テア、ハッシュタグテア。つなぐことでって何が嬉しいか。で、このテアプロジェクトのところで、テーマとして掲げているのが温かい。つなげていくことで温かい社会を作っていけないだろうか。皆さんの SNS で発信していただければ、それをこちらでも検索しますし、皆さん自身もですね、どんどんその意見に乗っかっていく。開票前に。はい。ご本人に登場していただく。そうですよね。僕も今、こんばんは。見て、どうも、こんばんは。大城さん、まあ、候補。あ、最終投票率出ましたね。あ、ちょっといいですか。あ、大城さん、すみません。すごい。徳永さんと言った通りの65。あ、ごめんなさい。65.74% ですね、投票率。確定いたしました。確定ですね。第4期目で50年後を見据えるんだっていうのを思い切った戦略だなとは思ったんですけども、それはなんかやっぱ思いが合うわけです。そうですね。今コロナもありますし、うん、今大きく社会、世界が変わってく、うん、る、そんな時期だと思うんです。うん、で、まあよく言われる自然災害もあるし、まあコロナも災害だと思いますが、自然災害にしても、私が市長になった時から、30年以内で 70% 以上の確率で、南海トラフの巨大地震が来ると言われておりましたが、今まだ来てません。12年経ちました。じゃあ、今後、どのぐらいの確率で、その南海トラフの巨大地震が来るのか、といった時に、やはり50年ぐらいを見据えた形で、しておかないと、自分たちの子供、孫の世代に、そこで、あの時にスタート切れてたから僕たちの命が助かったというふうなことが来ると思うんですよ。あ、いらっしゃってたんですね。これはすごい番組になってまいります。はい、これちょっと見てないと損しますよこれ。はい、高橋、今からでも教えてください、これ皆さんに。まずはどうですか今のご心境。まあね、市長選はもちろん初めてですけど、はいはいはい、初めてどうですか。はい、どうですか。いやーでも、うん、すごい大変でした。で、やっぱりなんか最初は負けてるなっていう思いがある中で、ただやっぱ選挙戦の最終日になるにつれて、やっぱりどんどんムードがちょっと良くなってきたかなっていうのは肌感としてあったので、まあ、これが追いついて追い抜けたのかな、どうなのかなっていうのは本当に開けてみないとわからないので、今すごいドキドキします。
全に始まってます。はい。こちら、今、先ほどから開票作業が始まった。これは完全に始まってます。これはめったに見れない。大城さんの縮小会場の中井記者につながっているようですね。中井さん。はい。こちら、大城一郎候補の報告会場でございます。先ほどの中継から時間が経ちまして、こちらの報告会場には、およそ50人ほどの支援者の方々が集まっているという感じです。高橋さん、この人真ん中のスピーチで、ちょっと話してみたら高橋さんに。いきなりで、あれなんです。手応えを聞いてみて。いらっしゃいます。どうですかその手応えとかは。手応えは、結構ありました。ここで一つ三谷解説委員長のですね、ズバリ予想。ズバリ予想はちょっと、かなり、ちょっと踏み込んだ、ちょっと一歩踏み込まないと、やっぱり番組としてちょっとね、このままだと、ケーブルテレビに負けてしまいますんでね。ここズバリ予想を一つね。ズバリはちょっと、僕もこれからの。エンターテインメントの南海放送だなと。時秀さんは、少なくとも、高橋家の中では、最も政治家の資質を持っているというのはおそらく誰しも認めている。うん、大城さんは、市議会議員時代から比べると、成長した。これ僕が言ってるんじゃないんですよ。いや、三谷さんが言ったんでもいいですよ。僕が言ってるんじゃなくて、僕が取材した中で、大城さんは市議会議員の時はここまでやるとは思ってなかった。市長になった時にここまでできるとは思ってなかった。うん、でも、この3期12年で、人間として、そういうこと言い方あるけど、すごく成長して、ここまでの政治家になるとは思ってなかったっていう人が、結構いる。ハッシュタグって皆さんも普通に使われていて、何の新しい取り組みでもない。で、そういう意味で、普段行っている状態のまま、だからこそ新しい仕組みを作ろうというのではなくて、はい、皆さんの今の生活のままで、このテアというプロジェクトは、普段の生活のまま、新しいプロジェクトというものを一人一人が作り上げていこうではないかと。今回のこの取り組みは、みんなが共有してしまう。そうですね、誰もが見える。はい、つまり、はい、南海放送と視聴者じゃなくて、南海放送も加わったみんながそのハッシュタグで情報を共有できる。ね、意見を共有できる。はい、だから大きな意味でいくと、本当に新しい民主主義を作っていこうではないでしょうかと。うん、前回、選挙戦になった2013年も22時10分に、開票作業を終了しているということで、今回票が少ない分だけ、午後10時には、確定するのではないかと、いう話も。じゃあもう次確定票ってことね。だから政治家に限らずですけど、世襲は悪いことじゃないと思うんですよ。何の職業でも。で、じゃあ、世襲が政治家がいけないっていうのはね、その政治家に特定の利権とかがあった場合の話で、それがあっちゃそもそもいけない話だから、世襲はあっていいと僕は思いますね。本当に。ちゃんとしていれば。確かに、もう、ジェジャロさんのおっしゃる通りなんですが、やっぱね、後援会組織っていうのがね、一種のこう、財産みたいにね、なって、こう、なんか引き継がないといけないみたいに、これまではなっちゃってるんだよね。その後援会っていうのは本来はその人の周りに、ね、こう集まってもちろん講演会ができるんだけれども、それまでこう世襲しちゃうとね、それってこれなんか、講演会ってあなたの個人的な財産なのみたいなね、そういう見方をする人ももちろん見方でをね、する人もいる。で、そういうのを、時出さんの場合は嫌がったということなんだと思うんですけどね。で、大城さんも本当に一から、自分のね、政治家としての人生を、もう何もないところから。これこそ全くゼロからのスタートで、市議になって、市議から市長になって、12年ね、続いてるわけですから、大城さんの場合は、それとは、
全く違うスタイルでここまでなったと思うんですよね。大城さんとかには中井さんが行ってらっしゃいます、ね。ああ、出ましたね。中井記者、はい、どうですか、はい、こちら、大城一郎候補の報告会場でございます。うん、10時の時報を待っている状態でピンと張り詰めた空気が広がっております。はい、手元にはですね、スマートフォンでこの番組をご覧になっていただいている皆さんもいらっしゃるようですが、私が今喋り出したら、本当に周りが静かになりました。見てますね。中井さんの方見てますね、みんなね。はい。そうですね。会場はですね、非常に静かな雰囲気で、皆さん、画面にはですね、ケーブルテレビさんの映像が、投票会場の、開票所の映像が流れているんですけれども、その映像を皆さん、集中しながら、じっくりと見られている、そんな様子です。はい、わかりました。なんか、多分情報言ってますね、これは。言ってる。そうですか。言ってますね。三谷隆二のズバリ。なんか、やっぱ早いです。立ち会い人がいるから、数字はすぐ行きます、ね。今の重い空気っていうのはちょっと厳しいんですかね。あ、出ましたね。大城さんですね。はい、こちら、大城一郎候補の報告会場です。今、中間発表が出たところで。大城さん、大城。はい。11,000。あ、それ大きく書いていいんですか ?11,655。今までと全く一緒ですね。数がね。うん。投票率が下がってもバッチリ出したんですね。一緒でしょうね。うん。だから、11,000あるって言ったら、本当に11,000、投票率下がっても出してますね。あ、入ってきましたね。はい。じゃあちょっと、ダブルスコアになっちゃいましたが、ちょっとこのまま取っておきましょうか。今、大城、はい、4期目の当選を果たしました。大城一郎市長が登壇されました。すべての票が開きました。はい。11,655 に対して大城さんですね。高橋さん、6,604ですから、この表を見ると、まず、もうほぼダブルスコア。今日の選挙は自民党が強かった。うん、という結論です、ね。なるほど、うん。で、コロナの時代に自民党が強かった。うん。うん、という。だから、国政と地方ってまた違うんですよね。国政選挙でもし仮に今すぐ選挙やったら、ここまで自民党強く出るかなっていうふうに僕は正直思うんですけれども、うん、地方の選挙っていうのはやっぱり国政とはまた全然違うってことですね。うん、やっぱり、安定とか、信頼とか、継続とかっていうのが、キーワードになる。もう間もなく新市長、到着予定です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。お疲れのところ本当にありがとうございます。お疲れ様です。はい、ダブルスコアですよね、うん。で、ここまで開くっていう実感はあったんですか、選挙戦を通じて。ね、まあ、選挙戦に入って、だんだんと、熱がこもってきたというか、すれ違う車とか、路上の人とか、うん、そういった反応が非常にいいんで、ともすれば、そこらまでいけるかなというような陣営としては、欲は出てきました。うん、事務所開きの時から、もう今回は、できないんで、いろいろできないんで、自分がしっかりとコロナウイルス対策をした上で、全国回おうと。すべての人に会って、その人と話をしようと。で、その人が、どういったところに悩みがあるのか、お困りごとがあるのか、死に対して不満があるのか、また、こういったところを市がいいからもっとやってくれっていうのは、そういうことがあれば、すべて聞いていこうと。そういうスタンスで臨んできて、非常に良かったのかなというふうに思っています。こういうコロナの時期に、やっぱ自民党が信頼されてるってことなんですかね。自民党というかその現職であり、保守のこの、うん。うん。やっぱ、どこもそうなんですが、県知事選挙見ても、最近の選挙で、4000、5000というのが全国でもあるように、やっぱり市民の方々も、
安全とか安心とか安定、うん、まあ、特に、南予なんかも南海トラフの巨大地震がありますから、うん、あ、これもう30年のうちに 70% と言われておりましたけど、私も12年やってきてまだ起こってないということは、うん、今後さらに確率は上がっている、うん、で、この私も12年の間に、東日本大震災も経験しましたし、平成30年の7月豪雨も経験しました、うん、あ、そんな中でやはり経験値でやっぱり安心感といったものも市民には少しはあるのかな、うんうん、ワクワクするプロジェクトってどんなことがあれですかね。まあ、やっぱ港なんかいいですよね。ここ、まあ、港もね、港も変わりますんで、今年度新しい港になるんで、うん、新しいターミナルビルもできます、うん、でターミナルビルの4階は普通は展望デッキにして、うん、いざという時には避難場所、うん、避難タワーになるんですけど、うん、そういうことも考えてます。うん、で、八幡浜市って、レストラン、うん、ファミリーレストランがないんですね。あんまり。ファミレスがないんですか？ないんですよ。で、今回は、ね、今回は、その、入られる業者さんも行って、うん、海が見えるレストランを作ってもらうようになってますんで、うん、新しいまたね、うん、ワクワク感が出てくるんじゃないかなと思いますね。うんうん、いろんな意味で、こう、これからは、多様な意見が街づくり、まあ、先ほど J 太郎さんとも結構な議論、その権力をめぐる議論もありましたけど、まあ、そういういろんな人 の、 その多様な意見とか、まあ、考え方が政治により生かされるべきだとは思うので、うん、やっぱりリベラル勢力にももう一踏ん張り、まあ、してほしいなというのが、まあ、私 の、 そうです、ね、あらゆる方向性と、うん、まあ、時間かかりますけど、やっぱりあらゆる方向性とあらゆる可能性を考慮した上での最終的な選択肢であるのがね、やはり望ましいと思いますので、地元さんもぜひお一言、はい、そうですね、こういう会話自身がどんどん日本の民主主義もあるいは地方のあり方ということも、良くなっていく方向かと思いますので、ぜひ議論をね